ナンバーアンダーラインアイの楽屋はなんと一番に配置されていた。その知らせにファンたちは驚きと喜びを感じ、彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、ますます期待が高まっている。サマーソニック2024年、東京。太陽がさんさんと輝き、会場には熱気が溢れている。音楽の祭典が始まる瞬間を待ちわびるファンたちの間で、期待と興奮が渦巻いている。そんな中、ステージの裏ではナンバーアンダーラインアイのメンバーの準備に余念がなかった。彼らにとってサマーソニックでのパフォーマンスは特別な意味になっていた。台風の影響で開催が危ぶまれたが、奇跡的に天候が回復し、ステージが無事に行われることになったのだ。ステージ前で待機していたファンたちはショー、カミ、そして騎士が登場する瞬間を心待ちにしていた。それぞれのメンバーの色を示すが至るところに見られ、彼らへの愛と支持が感じられた。ファンたちは暑さに負けず、水分補給を忘れずにと注意を呼びかけ合いながら、最高の瞬間を共有する準備を整えていた。彼らは、ナンバーアンダーラインアイがナンバーワンであることを証明するパフォーマンスを期待していた。ナンバーアンダーラインアイの楽屋は、なんと一番に配置されていた。その知らせにファンたちは驚きと喜びを感じ、彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、ますます期待が高まっていた。ステージ前で待機しているファンたちは、心を一つにして彼らの登場を待ちわびていた。台風が過ぎ去り、晴天の下で行われるステージは、まさに奇跡のようなものだった。ついに、ナンバーアンダーラインアイがステージに現れた。ファンたちの歓声が会場を埋め尽くし、その瞬間、彼らの心は一つになった。ショー、神、騎士はそれぞれの個性を生かしながら最高のダンスパフォーマンスを披露した。彼らの動き一つ一つが観客を魅了し、会場は熱気に包まれた。ファンたちは彼らのパフォーマンスに圧倒され、ただただその瞬間を楽しんでいた。しかし、このステージが持つ意味はそれだけではなかった。台風の影響で来場できなかった海外のファンたちも、多くの人がワウワウオンデマンドを通じてリアルタイムで彼らのパフォーマンスを楽しんでいた。彼らは遠くからでもナンバーアンダーラインアイを応援し、そのエネルギーがステージに届くようにと願っていた。その一方で、実際に会場に足を運んだファンたちは、暑さの中で汗を流しながらも、彼らのパフォーマンスに熱狂していた。彼らのステージは、まさに、ぶちかましいと呼ぶにふさわしいものであった。強烈な暑さにもかかわらず、彼らは観客を虜にし、そのパフォーマンスでサマーソニック民を圧倒した。彼らのダンスは、まるで一つの物語を語るかのようで、観客はその物語に引き込まれていった。ファンたちは、彼らがこのステージでどんな驚きを見せてくれるのか、目を離すことができなかった。しかし、このパフォーマンスの裏には、彼らの並々ならぬ努力が隠されていた。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、常に最高のパフォーマンスを追求し、観客に驚きを提供するために日々練習を重ねてきた。その結果が、このサマーソニックでのパフォーマンスに現れていたのだ。彼らの努力と情熱が、観客に伝わり、彼らを魅了したのである。このステージが終わりに近づくと、観客の中には感動の涙を流す者もいた。彼らは、この瞬間が永遠に続いてほしいと願っていた。しかし、すべての良いものには終わりがある。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが最後のパフォーマンスを終え、ステージを去るとき、観客は大きな拍手と歓声を送り、彼らへの感謝と敬意を表した。ステージが終わった後も、ファンたちはその余韻に浸りながら、彼らのパフォーマンスについて語り合っていた。彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、ファンとアーティストが一体となる瞬間を作り出したのだ。ファンたちは、ナンバーアンダーラインアイがまた次のステージでどんな驚きを見せてくれるのか、期待を膨らませていた。サマーソニック2024年のステージは、ナンバーアンダーラインアイにとっても、ファンにとっても忘れられないものとなった。彼らは、このステージを通じて、音楽の力とその魅力を改めて証明したのだ。そして、彼らのパフォーマンスを通じて、音楽が人々をつなげ、感動を共有する力を持っていることを再確認することができた。サマーソニックのステージは、ただの音楽イベントではなく、
彼らにとってもファンにとっても特別な意味を持つものとなった。この後、彼らはどんな新しい挑戦を見せてくれるのか。その答えを知るために、ファンたちは次のステージを心待ちにしているに違いない。そして、その時も、彼らはきっとまた、ぶちかまし、観客を魅了し続けることだろう。ナンバーアンダーライン愛がステージを去った後、ファンたちはその余韻に浸りながら、彼らのパフォーマンスについて語り合っていた。ステージから流れる最後の音楽が消えるとともに、会場は静けさに包まれたが、その中にも熱気が残っている。観客の間では、彼らのパフォーマンスがどれほど素晴らしかったかを称賛する声が広がっていた。あるファンは涙ぐみながら、まるで夢のようだった、と言い、別のファンは、彼らのダンスはまさに芸術だった、と感嘆した。このサマーソニックのパフォーマンスは、ナンバーアンダーライン愛にとって新たなチャプターの始まりでもあった。彼らはこのステージで、これまでの活動の集大成を見せつつも、新しい方向性を示した。ファンたちは、その新しい一面を目の当たりにし、これからの彼らの展開に胸を躍らせていた。彼らが次にどのようなサプライズを用意しているのか、その期待は日に日に高まっていた。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、ステージの裏でお互いにハイタッチを交わし、成功を祝っていた。彼らにとって、このパフォーマンスはただの仕事ではなく、情熱を注ぎ込んだプロジェクトだった。彼らはこのステージで、自分たちの力を最大限に発揮し、ファンたちにその努力の成果を見せることができた。その達成感は、言葉に尽くせないものだった。彼らは、この成功を次のステップへとつなげるために、さらに努力を重ねる決意を新たにしている。しかし、この成功の裏には多くの困難があった。サマーソニックの準備期間中、彼らは多くの試練に直面した。リハーサル中に起きたトラブルや、台風による不安定な天候、そして新たな振り付けの挑戦など、様々な問題が彼らを試した。しかし、彼らは決して諦めることなく、困難を乗り越え、最高のパフォーマンスを作り上げた。その姿勢が、ファンたちを感動させ、彼らへの支持をさらに強固なものにした。ファンたちは、このステージが終わった後も、ナンバーアンダーライン愛のことを考え続けていた。彼らのパフォーマンスが頭から離れず、帰り道でもその感動を思い出しては、笑顔がこぼれていた。彼らは、サマーソニックでの経験を心に刻み、これからの生活の糧にしていくことだろう。そして、次に彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、その期待を胸に、日々を過ごしていくのだろう。一方で、サマーソニックが終わった後、彼らの SNS には多くのメッセージが寄せられた。来場できなかったファンたちからの応援メッセージや、ステージでの感動を綴った投稿が相次いだ。それらのメッセージに目を通しながら、メンバーたちはファンとの絆の深さを改めて感じていた。彼らにとって、ファンの存在は何よりも大切なものであり、その応援があったからこそ、この成功があったのだと感謝の気持ちを抱いていた。彼らの SNS には、海外からのメッセージも多く寄せられた。特に台風の影響で来場できなかったファンたちからの声は多く、その中には、次は絶対に会いに行くという決意が込められたものもあった。彼らは、そのメッセージを読みながら、次回のパフォーマンスで彼らを迎えることを心に誓った。彼らは、これからも世界中のファンと共に成長し、音楽を通じてその絆を深めていくことを目指していた。そして、ナンバーアンダーライン愛は次なるステージに向けて動き出していた。サマーソニックでの成功を胸に、彼らは新しいプロジェクトに取り組み始めた。新曲の制作や次のツアーの準備など、彼らには多くの課題が待ち受けていた。しかし、彼らはこの経験を糧に、さらに高みを目指していた。彼らの前には、まだ見ぬ可能性が広がっており、その未来に向けて歩み続けていた。ナンバーアンダーライン愛の未来には、どんな展開が待ち受けているのだろうか。彼らはどのようにして、次のステージでファンを驚かせるのか。その答えは、彼らがこれから見せる新しい挑戦の中にある。ファンたちは、その答えを知るために、彼らの活動を追い続けることだろう。そして、彼らが次のステージで再び、ぶちかまし、観客を魅了する日が来ることを、心から楽しみにしているに違いない。
サマーソニック2024年はナンバーアンダーライン愛にとってもファンにとっても一つの到達点であり、同時に新たなスタートでもあった。この経験を糧に彼らはさらに進化を遂げ、新しい音楽の世界を切り開いていくことだろう。彼らの旅はまだ続いており、その終わりはまだ遠い未来にある。そしてその旅の中で彼らはさらに多くの人々を魅了し、音楽を通じて新たな感動を届けてくれることだろう。次のステージで彼らが何を見せてくれるのか、その答えを楽しみにしながら、ファンたちは今日も彼らの音楽を聴き続けるのだ。そして最後に一つの問いが心に浮かぶ。ナンバーアンダーライン愛は次にどんな驚きを用意しているのか。その答えを見つけるために彼らの次の一歩を注目し続けることが必要だろう。その一歩がどこへ向かうのか、その未来を共に見届けることがファンにとって最大の楽しみであり、期待でもあるのです。彼らの旅路がこれからも続き、さらなる驚きと感動をもたらしてくれることを信じて。